上のハーケルにさせていただくお客様です。はい、今回ですね、上の前歯の、ピンポイントのですね、こちらの、4本ですね、4本の歯を美しく整えていきます。ちょっと中から振って取ってもらうと、そしてですね、この歯のアーチの部分ですね、歯がねじれてる部分や少し外側に出てる部分なので、この足の不揃いな部分というのはしっかりきれいに整えていきたいと思います。ちょっと横から見ていって、あとは前歯の少し角度の部分も前方にね、ついてるところはしっかりと内側に入れて、お口元の面積を整えていきたいと思います。じゃあ噛んでください。上の歯をきれいにさせていただくお客様です。今回はですね、上の前歯の、真ん中4本ですね、2番目から2番目のこちらね、範囲で美しく整えていきました。ちょっと一応中からもね、見ていただくと、術前の、すみません、歯並びですね、前歯のガタつきがあった部分も綺麗にね、アーチを整えていきました。横からね、見ていただいて、今度は噛んでください。横から見た感じもですね、しっかりと内側に入れ込んで、天然の歯のように美しいデザインに仕上げていきました。あとは、刃先の部分ですね、しっかりと透明感を出しながら全体のツヤ感も保ちつつ、美しいお口元に変えていくことができました。はい、噛んでください。